今日はポーラードのストライクの解説をします。ブレイクは真ん中の同点でボールが3つくらいセンターラインを超える力加減です。ここで大事なのは5番で穴前なので保険として残しておきたい気はしますが、他に簡単な球がないので最初に5番を狙います。右下のチョークッションに当ててこの辺にポジションして3番を狙います。同点は上で優しめです。少し強くなってしまって3番をサイドに狙うことが結構厳しくなってしまいました。なので作戦を変更して8番を入れて左下のクッションに当ててこの辺にポジションします。次は1、3、4、9番を出た場所によって決めます。同点は少し下の少し右です。ここに出たら9番を狙いますが、体勢が厳しくなる方は3番を狙って1番に当てて止めるなどの選択肢でもいいと思います。9番を入れて下の段クッション、右下のチョークッションに当ててこの辺にポジションして7番を狙います。同点はほぼ上だけです。7番は優しくついて4番にポジションします。同点は真ん中の少し下です。4番はストップして10番にポジションします。同点は真ん中の少し下です。10番はほぼまっすぐなので穴振りをして少し引いて3番1番あたりにポジションするか、10番を右下のチョークッションに入れてこの辺にポジションします。同点は下だけです。3番はこの辺にポジションするか、もう少し前に出してこの辺にポジションします。力加減によって2、1、6番のどれを狙うか決めます。2番は少し引いてこの辺にポジションして1番に出します。1番は少し横に流してこの辺にポジションします。同点は少し下の弱めです。6番をストップしてストライクです。今日もご視聴ありがとうございました。